ごいいい天気です。カメラを追わないやっぱそうなっちゃうすげえ運転席の上に灯台。はい、だいぶ日も落ち着いてきました。やっぱり成形炭はしっかり形残って今もメラメラと。あったかい。はい、では時刻は6時を回りました。ご飯の準備をしたいと思います。よろしくお願いします。ではまずはこのトマト缶を使ってチーズリゾットを作りたいと思います。まずこれを直にこの網の上に乗せるので、こういう缶詰に紙がついてた場合は取ります。燃えますね。燃えますから。はい、このカットトマト缶に2チーズリゾットの素、チーズリゾットの素を入れる。はい、はい、1パックずつですね。さあ、ほら、さあ、本当に粉ですね。本当に粉。そしたら冷やご飯1杯分弱。カチカチやぞ。インスタントご飯をドコンドコンと。結構もう1杯ですか、もしかして。まあ、いけます。どうだろう。5人 0.5 しか入ってないよね。はい1回様子見ます。温めて入りそうだったら入れる感じします、ね。多分その面積があれですもんね。はい、そしたらチューブニンニク。あ、チューブニンニク使うの、ここでにも。はい、へえ、はい、美味しそう。急に美味しそうになるな、これ出てくると。ニンニク入れたら大体うまいから。まあね、まあ、あとのにも使うんでね。そうだね。おお、入れる。ニンニク好きだからね。好きあ、すごいニンニク。嫌いな人いない、ニンニクは。ああ。もう食べよう。もう食べよう。そしたら、ブラックペッパー。ブラックペッパー、はい。ブラックペッパー。ブラックペッパー。あ、これにも使うんだね。ブラックペッパー。使いますね。はい、ブラックペッパー。ほ、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 はい。混ざらんよ。そうなんですね。ご飯がちょっと、本当は冷やご飯だけど。チーズ、今回は2種類。ゴーダさんとモッツァレラさん、2つ買いました。たけしかな。ゴーダさんの方から。ジャイアンチーズリゾットっていうぐらいだから。そうですね。ちょっとこぼしちゃった。こっち俺食うから。草もちょっと入ったけど、まあいいや。じゃあ、はい、モッツァレラさんも入れます。はい、2つ入れていいんだよね。どうぞ。ダブルチーズだ。絶対うまいじゃん。美味しい。それにニンニクも入ってる、最強じゃん。ニンニクとチーズって美味しいよね。もう美味しい。これなんかね、餅入れても美味しいような気がしてきた。あ、どうだろう。はい、次は。はい、そしたらもうあとは火の上に。火にかけるだけなんだ。かけるだけですね。ではこれを火にかけます。チーズがトロトロに溶けたら頃合いだそうです。なるほど。ではオン。おお、こんな感じなんだ。キャンプっぽい。いいね。じゃあ仕掛けつつ2品目いく。いきますか。いきましょう。続きまして、アヒージョ。アヒージョ作りましょう。粒貝だね。粒貝まず開けます。開けないと始まらないです、ね。はい、よいしょ。そうですね、少し捨てた方がいい。汁をじゃあ捨てます。汁を捨てました。はい、オリーブオイル。オリーブオイル入れます。はい、ストップって言って。もうひたひたぐらいでいいんじゃないですか。アヒージョだから。あ、そっか。一回、そうですね、分けましょうか。片方しかできなかったら悲惨だからね。粒貝のオリーブオイル炒めが出来上がっちゃいます。まだあります。なんか、あ、ないわ。ない。あ、いいじゃないですか。でもそのぐらいで、うん、1本分けました。オッケーオッケー、ちょうどいいぐらい。はい、でニンニク。ニンニク、うわ、アヒージョだもんね。ニンニク、アヒージョはニンニク必要ですね。そうだね。2周。大丈夫、なくならないですか。大丈夫、まあ、これ使う。そうですね、クレイジーソルト入れましょう。クレイジーソルト、うまいっそ。クレイジーソルトがうまいっそ。うまいっそ。これ
ぐらい、いやもっといってんじゃないですか、全体的にいきましょう。足りなくなったらかけてもいいかもしれないですね。しょっぱい気がする。大丈夫かな。はい、入りました。あとはオイルがグツグツするまで。辛いのが好きな人はあの鷹の爪は、あーいいね。じゃあ待って、はい、いい感じにグツグツなってきました。パンも焼きました。パンっていい感じですね。パンってこうやって普通にトーストになるんだね。すごい見て、すごい上手に焼けた俺。これとかもう本当にほらいい感じ。まあじゃあアヒージョとか焼き鳥とか食べますか。まだチーズリゾットはちょっとグツグツ始まったばっかりなんで、さあ食べましょう。食べよう、本当に食べよう。ではアヒージョいただきます。パンをつけてキャンプ飯だねこれが。アヒージョだ。マジですか。焼き鳥はどうですか。熱い。熱いけどうめ。キャンプ飯いいね。缶詰飯、うん、粒がいただきます。あっくわ。バカ野郎、うますぎだこれ。本当そんなに。この粒貝自体にすでに缶詰の甘く煮た味があるから、いつも食べてるアヒージョとはちょっと味が違うんだけど、俺はこれで美味しい。うまっ。エビとホタテが欲しくなる。アヒージョ。でもチーズリゾット、これチーズリゾットマシマシチーズにしてもいいね。追いチーズにまだ入りますね。ね、全然入る。どうですか、美味しいですか。そちらはめっちゃうめえ。うまいね。アヒージョはうまいな。うまいね、アヒージョうまいね。アヒージョうまい、いい感じ。お店でアヒージョ頼んでさ、はい、ちょっとするとグツグツなくなるじゃん。 でもこれはこれをこれこうすればまたグツグツし始めるんですね。でグツグツしちゃったなと思ったら、またもうこれ、もうこれワンタッチで。これはお店じゃできないですよ。これはお店じゃできない。はい、チーズリゾットもグツグツといい感じなので食べてみたいと思います。これがちょっと味が未知数ですね。そうですね、はい。ああ、トマト感強めの。でも別に酸っぱいとかじゃなくて。本当？え、俺好きこれ。マジ？パスタとかでも合いそう。あ、いいね。あ、匂いいい。え、絶対うまい。うまい。もう前。もう行っちゃったよ。食べる前に行っちゃったじゃん。いただきます。どうぞ。うまい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 。早かった。うまい。はいはい。もう二口目行っちゃったもん。あ、うまかった。完食。完食、ごちそうさま。テントだったら畳まなきゃいけないんだけど、もうこのまんま移動して温泉に行けます。それがテンキャンのいいところ一つだと思う。移動がこのまんまだから、ガーって行くから、うん、じゃあ温泉に行きます。はい、動く家や。本当はね、動く家だね。はい、お風呂に入りました。あとはこの2階で寝るだけです。鳥ちゃんは今から親食を食べようとしています。そこで鍋焼きうどんを焼こうというのか。ちょうど明るいから。あとはもうまったりして寝よう。そうですね。あ、もう夜食の準備ができている。これを焼きます。鍋焼きうどんね。はい、時刻は午後11時になりました。もう外のやつは全部片付けて、キャンピングカーの中に来ました。僕が2階で、鳥ちゃんが1階です。はい、で、ちょっとやっぱり11時にもなると車の中寒いのでヒーターつけました。これちょっと回しただけで今もうポッカポカです。もう切ろうかっていうぐらいな話に出てきてますね。そうですね。切ってもいいかな。あとは寝袋で温まって寝たいと思います。では皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。朝だー。
サバゲはできそうな天気です。朝飯の準備。朝ごはん、ブリトーって、ブリトー置いていく、ブリトーを焼いてみたの。巻き、まあ、絶対うまいけどな。うまいね。はい、はい、どうぞ。どっかに書いてある占いが、星を選んだ人は、おお、すごい、星を選んだ人、星4。気になるあの子と急接近。誰？俺かな。今からサバゲ行くのに。俺、人助けが幸運の鍵になりそう。いいね、フォローに。今日はフォローに回った方がいい。回ってください。うん。はい、焼けました。焼きチロルチョコマシュマロいただきます。あ、そう。めっちゃうまそうに食うじゃないですか。うん。初めての経験、一夜明けました。とっても寝心地は良かったですが、ちょっと揺れやすいかなって思いました。鳥ちゃんが下でなんか寝返り打つとグラグラってちょっと一瞬揺れたりするような気がしました。まあ神経質すぎるかもしれないけど、そこら辺くらいかな気になったのは。あとは暖かくポカポカと真冬でも寝ることができました。で、今日はサバゲに行くんですが、天気は晴れてるに入るかな。最近は雨のサバゲが多かったんで晴れてる方になると思います。雨が降らないだけマシかな。では今からここから車で2分くらいの超近場のデザートユニオンっていうサバゲ行きたいと思います。ちょっと楽しそうな特殊ルールです。